どうもこんにちは。今回はですね、久しぶりに外に来てラーメンを食べようと思います。スーパーで買ってきたこの高山ラーメン、それとあとは半熟卵、これはですね、半熟の燻製の卵みたいですね。で、ここで分けて使えるって書いてあるので、よくあるような2個入ってるんだけど1個どうやって持って帰ろうとか、もう全部食べなきゃいけないっていう感じでもないですね。もうこれだけ使ってもう1個は持って帰ろうかなと思います。あとはちょっとこれ食べたくなっちゃった大判のチャーシュー、だいぶ厚切りになってますね。でこれはそのままだとちょっと冷たかったんで、スーパーの電子レンジで1回温めてきました。なのでまだあったかい状態です。あとはネギ、ここで開けられるようになってますね。ラーメンはこんな感じで生麺になっているので、まあ多分美味しいんじゃないかなと思います。固めであれば40秒、柔らかめであれば60秒茹でてくださいとありますね。40秒かな。本当はね、お湯を別にやった方がいいんでしょうけど、まあそれもめんどくさいので、このままいっちゃいましょう。どうでしょう、結構贅沢な感じになったんじゃないでしょうか。じゃあいただきます。うん、やっぱ生麺だから美味しいですね。厚切りチャーシューかと思ったらこれ4枚なんですね。うん、チャーシューが美味しいですね。卵はこんな感じです。ちょっと半熟かな。チャーシューもですね、パサパサしてなくて美味しいですね、これ。こんな感じのすごく柔らかいチャーシューですね。